はい、本日は2021年3月の22日東横堀川のあたりにやってまいりました。あ、もう完全に咲いてますね。ここはですね、川沿いの小さな公園なんですけども、前にちょっと見かけまして、ここにもあったなと思いまして寄らせていただきましたが、なかなかよろしいね。この入り口から期待できます。あ、チャンネル登録のほどをよろしくお願いいたします。あなたの右手中指にちょっと力入れてプチッと押してください。あ、感じいいですね。ここはで、前回ですね、大阪の町名の話をさせていただいたんですけども、またその時にですね、あのおっちゃんはね、いろいろ思い出しておりました。どんなことを思い出したかと言いますとですね、私の趣味の一つにですね、落語がございます。で、落語の、私が一番好きなのは数田四尺でございます。この方はですね、若い頃は小米という名前だったと思うんですけども、小米時代はそれほどもう一つやったんですけど、やっぱり四尺という名前を襲名しましてからはもう見事に化けました。もうめちゃくちゃ面白い。はい、東横堀川ですね。で、こちらの方にもございますね。その方の代表作の落語にですね、池田の獅子会という話がございます。これはですね、どんな話かというと、単純にあの冬寒くなったから獅子の肉を買いに行こうということになりまして、池田まである男がとぼとぼ歩いて買いに行くという話でございます。それが出発地点が、ドブ池筋思い出すのに長いことかかりました。ごめんなさい。ドブ池筋というところから、昨日名前出ました淀屋橋、そしてお初天神ね、で、そういうとこを越えていくんだよという話でございました。昔の江戸時代の人はですね、なんとあのたった一日で池田まで往復したんですね。まあすごい。今ではちょっと考えられないですね。で、その人の落語はですね、大体あの一番端に私聞いたのはですね、詐欺取りというね、爆笑落語でございます。で、その後で大書屋で、池田の獅子会、そしてね、なんといっても寝床、もうこの辺りがね、本当に面白い落語でございます。ぜひぜひ皆さんも聞いたことのない方はぜひ、で、最近はあんまりこの方亡くなってだいぶ経ちますから出てませんので、でも YouTube なんかですぐ聞けますからね、ぜひぜひ聞いてください。私はこの人のおかげでもう落語と知り合いまして、その後米朝、そして書閣ですね、そういった大阪の爆笑落語にハマってしまいました。書閣というのは鶴瓶の師匠でございます。まあ、そこら辺のところはものすごく面白いので、ぜひぜひのおすすめでございます。今の角度の桜良かったですね。うん、これはですね、今心の中でよしよし、今日のテーマは川と桜と決めて、いろいろアングルを練っております。
はい、これは大体全体像ですね。うん、ここ桜綺麗ですね。大阪はですね、淀川、大川、そして、橋の方、あ、橋と怒られますね。でもまあ大和川、大きい川が有名ですけども、本来はこういったですね、小さな、なんて言いますか、川が縦横無尽に、網の目のように走っていて、それで川の都と呼ばれておりました。一つ一つにですね、なかなか情緒があるんでございます。だからここら辺の町名もですね、土庄町、曝露町、安土町みたいなね、おしゃれな名前がたくさん残っております。このようにですね、町の中のちょっとしたポイントの桜の綺麗なところを探し当てると、大変嬉しくなりますね。はい、では入り口に戻っていきます。やっぱりこの入り口のこの迎えてくれる桜、これが相当綺麗ですね。はい、それでは今日はこの辺で、ではまた。